形で館と呼ばれる空間の中、老人形で館と呼ばれる空間の中、老人形で館と呼ばれる空間の中は限りなく広く天井も軽い、老人形で館と呼ばれる空間の中は限りなく広く天井も壁も視界に入らないほどで外に世界が存在するのかも誰も知る由もなかった。この館で日夜交代で働いている労働者たちは数百人がかりで一つの巨大なろくろの形をした機械と格闘をしている。延々と続く畑の作物のように五目状に横たわっている連結されたろくろの怪物の群れは不気味なほどほどと立てずにゆっくりと一斉に回りながら肩を賄うであろうエネルギーを絶えず捻出している。一日の過程はその前日一昨日と何ら変わらず、あくる日も回し回り続けるだけであった。それでもみんななぜ自分がそこにいるのか、自分の体が何でできているかも知らずに聞かずに、ただ黙々と生活のためだけに働いていた。しかしある日とうとう一人の青年が立ち上がった。名はイカルシと言った。彼の若さは探求する心に取りつかれて、この巨大な化け物が何のためにあるのか暴いてやると言い残し、就寝時間の隙に持ち場を離れてろくろに素で素足で登っていった。もう人がアリのように見えるほど登り詰めて、ようやくてっぺんにたどり着くと、そこではさらに巨大な釜がギャーギャーと音を立てて狂ったように湯気を吹いていった。ああ素足になった肌に樹脂のようにベトつく湿気と口に酸味がかった味が残る匂いは呼吸マネをも神経に過酷な重労豪に帰る。なんて熱いんだ、ここはまるで地獄だ。さらに釜の内側を覗くと、そこには凄まじい光景があった。動けなくなった労働者が人形のように釜の中に引き落とされては、見えたぎる銅で溶かされ機械の燃料に変えられていた。それと同時に別の琥珀色の服を着た作業員たちが溶けた銅で新しい労働者を次々と生産しては、下のろくろの階へと繰り返していった。おお、なんてことだ、この世界も全くその繰り返しだったのか。イカラスは嘆いた。この館の正体は銅で固めた操り人形の製造工場に過ぎなかったのだ。気がつくとイカラスは琥珀色の服に囲まれていた。仕事場を離れた上に工場を見てしまった罪は重かった。彼は煮えたぎる釜を手にしてもうすでに後がなかった。椅子を突き落とされるくらいなら自らそう決心した瞬間、イカラスはつむじが渦巻く位置に手に向かって引っ張る力を吐き切ると感じた。手をかざしておもむろに目を向くと、彼の頭から一本の細い白い糸が天井に消えてまっすぐ伸びているではないか。彼は思わず糸を手繰って登り始めた。間一髪で折った手の指先の爪から逃れるようにして力強く勇敢に登った。そこに迷いはなかった。糸を伝って登ることになると気が過ぎて、下の景色を振り返ると、もう群青色の暗闇の中、体が溶く熱くなる一方、空気もめっぽう薄くなってきた。黒にしがみつく手足の先も溶け始め、抜ける力を緩めないと痺れた体が脳に謙虚に訴え続けていた。それは受け入れても恥ずかしくないことであった。ずっと遥か情報に黒幕に張りで穴を開けたかのようなほのかな光がおぼろげに見えた。昔の生活が脳裏をよぎっていた。光るは逆にその苦痛だけを思い返しては、朦朧とする意識の中にも進む理由を見つけることができた。虹色の光の中の神の息に倒れ込んだ時にはもうすでに虫の息であった。